やっとここで終わりましょうね。生々しい話をちょっと終わって一呼吸して、江戸の話をね、前お話した江戸の話を少ししていきます。で、江戸っていうのはこの縄文模様とリンクするね、渦巻き状にこうね発展していったね都市ですのでね。皆さんトイレは大丈夫ですか、ね、少し深呼吸して、ね、やっぱりなんかこっちの方に来るとホッとするよ ね。北朝鮮中国のね生々しい話もね、本当に。いや、これから残りの時間ね、ちょっと江戸を皆さん楽しんでくださいね。この市民塾がいいのはね、縄文に行ったり江戸に行ったりね、今度はそのうち中世もやりますけどね、中世また紐解くといろいろ面白くてね、うん、今ですね、僕はね、日本のね古代史、その6000年の歴史っていうことが書いてあるこんな分厚い本があるんですけどね、今読み始めてましたね。まあ老眼だからなかなか追いつかないんですけどね、こんな分厚い本、1万円もする本ですけどね、面白いですよね。でもね、ああいうことを書く人がいるんですよね。まあ、そのうちその辺も紐解いてね、皆さんにお話ししたいなと思ってますけどね。じゃあ江戸の話参りましょうかね。縄文から続く日本人の普遍的価値ね、これから入りますね。縄文時代ね、考古学的にも証明されている、世界で例のない穏やかな争いのない15,000、まあ16,000とか言われてますけどね、こういう国ですよとね、ここを一回押さえて、そしてまあ、ここにもね1万年以上とこう書いてますけどね、縄文は他の先進国がどこも体験することができなかった1万年以上の自然との共存共栄の歴史を持って、さっき のタイトルの方に書いてますけどね、まあこういうことをベースにですね、でここです。縄文の意識というのはね、大陸側の人々にとって自然は征服するものだが、縄文は自然の秩序を保ちながら自然の恵みをそのまま利用するものだね。自然の恵みをそのまま利用するものだ、まあ、三内丸山、去年の9月か、ね、言ってまいりましたけどね、まさにそうだったんですね。それから世界一の大都市だって、まあ、江戸の都市づくりと発展形態に現れているというこの縄文の意識なんですね。しかもこの天下太平の世の中300年を続いた、まさにそうですよね、この意識です。それから日本的観念、日本的姿勢というのはもともと他の国とは基盤が違うということですね。ここを押さえて、これ漫画ですけどね、ここほらね、西欧がね戦争と植民地支配に明け暮れてね、奴隷貿易とか侵略された繁栄をしてた時代に、日本は元禄文化を花開かすね、世界史上例のない、これミラクルピースだね、ミラクルピースだね、ミラクルの平和ね、だから世界中でこういう300年こういうことが続いた国ないんですからね。元禄文化ね、化政文化まで続いてますよね。で、その意識構造はこの高天原の神様たちがね降りてきた時に始まるということなんですが、天照大神を天の岩戸から出す時に、他の国だったらどうしたと思います？きっとね、争ってね、俺が一番って力持ちがこうやって岩戸を開けようとするけどね、日本の場合はこれ神様たちが合意してね、私は雨の渦の巻くことはね、私は踊りを踊るわとかね、俺は雨のあの田力王の神様はね、俺は力があるから雨戸は岩戸を開けるとかね、まあ全部分担したんですね、そういう合議の国なんです。だからこの絵はね、まさにね争ってないね、合議をしてるというね証拠の絵ですね。
そしてこの縄文の話、この我々の教科書にも書いてますけどね、相互に助け合う社会ね、それからあの武器はもう見つかりませんでしたね、狩猟のするようなあの、まあ、指とか矢尻みたいなものは見つかってるんだけども、いわゆる人をこの殺すための武器は見つかりませんでしたというのがここに書いてますね。まさにそういう日本の縄文文化です。さてこれをですね少しチャートで見ていきますね。これ見てくださいね。これもあの先ほどの漫画からちょっと撮ってあるんですけど、左側は欧米で、これ日本でね、で縦は共存で下は略奪の繁栄ですから、狩猟民族のこういうこの漫画ってうまく描いてますよね。あ、でもお疲れ様です。うまく描いてますよね。狩猟民族のこういういわゆるまあ略奪の繁栄というイメージのこういうものがあって、日本はこれね、これって農耕民族まさにね、自然との共生でしょね、これ漫画は上手ですよね、うまくできてます。でこれを少しこう紐解くとね、この先があるわけです。で欧米はですね、有色人種は人間でないとし、虐殺、ハンティング、集奪、奴隷化は当たり前、ね、だから植民地支配ってこんな恐ろしかったね。スペインがね、いわゆるアステカ文明を滅ぼした時も、もうほとんどハンティングに近いですよね。ね、山奥に逃げたもうあのインディアンたちを、インディアンという当時は、まあ、向こうも、まあ、ある意味現地人インディアンという、ね、言い方していいと思いますけど、原住民をですねハンティングしてもう抹殺したとね、女性たちは大変でしたね、みんないろんなことで、ね、犯されたりしてね、大変な目に遭ってます。で日本の場合はこれね、人種平等と唱えね、共存の思想で虐殺もせず、収奪もせず、ね、これあの、朝鮮に対してはインフラね、台湾もそうですよ、インフラ整備し、教育も施した、だからこれ、古代からのこの意識はこういうふうにちゃんと動いてる、だからあの人間の本当に深層心理というのは、本当、古代から来てるというのがよくわかるね。で、これはこういう漫画が、まあ、この物語っているようにですね、まさにこういう意識なんですね。ですから有色人種というのは人間扱いされてなかったね。だから原爆も落とされたんですけどね、実験のためにね。でここにまさにね、台湾韓国の範囲はそこにある。そしてこちらはですね、利益を強者が独占するという世界、日本人は利益をみんなで分配するね。あの 3.11 の時もそうですよね、米軍が支援物資を持ってきた時にね、うちはもういいからもっと大変なところがあるからそっちに持って行ってくれとかね、あれってこれ分配の心理ですよね。他の国は俺がで奪い合ってね、あのアメリカ人のパイロットがヘリのパイロットびっくりしてましたね。普通の国だったらあの救援物資をねみんな奪いに来て、そこで殺し合いが始まるというね。でヘリもうっかり降りれないんで、もう救援物資を上から投下するしかなかったね。日本はちゃんと降りてきてね、さみんなでこうやってこうね手渡して運んで、しかも、ヘリのパイロットさんにねありがとうって言ってね、手振ってね、こんな国見たことないとかね、それだけ違うんで意識構造がね。でこの意識構造はこういうふうにね、あのいつもこれ出しますけどね、皆さんよく分かっていただきたいんですけど、これ人間のこの人の影ですけどね、あのこれ誰とか推測しないでくださいよ、まあ右側は私ですけどね。推測してない。で
皆さんね、これまあ、紀元前16001万6000でしょ。でこれ弥生時代までのこれ2000年の間ね、縄文時代ってこんなに長いんですよ。だから人の足でいうとこの辺の肩ぐらいまでがこれ縄文の意識がここにこう詰まってるね。皆さんの肩ぐらいまでは縄文の意識ですよ皆さん。だからそこから始まるんです、あのさっきの意識もね、共存共栄という意識ね。ね、俺が俺がの世界じゃないです。日本人のここに共存共栄の意識がここに肩ぐらいまで入ってるね。まあ弥生時代もこれ隣での人たちがね来て戦争が始まりましたけどね、弥生時代がね。で今日の江戸時代の話はこれこの辺の首のあたりぐらいの話になるんですけどもね。でも江戸のその300年の太平のね世というのはこの赤いところの縄文の意識の繁栄がここにあるんですね、ということを見ていただきたいね。こう矢印を書きましたけどね。で今我々この辺ですからね、もう頭のちょっと頭だから我々の頭は縄文の後期の頭です ね、 ね、縄文の後期の頭、平成なんて言っちゃいけない、これ縄文の後期ですよね。あとこれは遺跡の話でちょっと車入れたので、三内丸山はこの辺のね、3000年から5000年の間の話で、北海道と北東北の縄文の遺跡はこれ一番遡ると1万3000ぐらい年前の遺跡もこれ発掘されてますね。ここの縄文文化圏はこれ北海道と北東北はね非常にまた深いものがあります。さて、江戸の話に、ね、入っていきますけどもね、この螺旋状に水路を造成してね、運河にしてというのが一つキーワードですね。螺旋状にね、螺旋状に。でこのここにありますけど、水面は玉川上水がその名残というのがあるけど、その前にあの、神田上水もねありますので、皆さんこの水路の話しますとね、高低差、水が流れる高低差ね、この時代の設計すごいですよ。100メートル行ったら2センチ差があるね。100メートルで2センチ、たった2センチですよ。どうやってやるのって感じでね、すごい。だから数学的な能力と測定器がないとできないですよね。100メートルで2センチですよ、わずかね。すると水がこう流れていくからね。その辺の話をしますけども、その前にですね、この水の話をする前に、人口ね、当時のロンドンの人口は世界で一番人口の多いと言われて、ロンドンで実は50万人だったんですが、なんと江戸は実は105万人ね、これだけの人口を抱えてたんですね。したがって水路、それから上水ね、下水も含めて、発達しないとパンクしちゃうね。それを可能にしたのが江戸の町づくりです。これすごいですよね、ロンドンの倍ですからね。で当時のイギリス、糞尿垂れ流しね、窓から糞尿入った桶をバーンと外に捨てるんですからね。上からはおぶつが降ってくるんですよね。匂いも大変だろうしね。今でもね、パリで歩くとね、上からねタバコの灰がバーンと落ちてくるそうです、今でも、ね、そういう民族なんですね。日本人はみそぎの国の民族だから、トイレ行ったら手は洗うしね、外人さん洗わないらしいですよね。ハイヒールがあれだけ高いのもね、お物を踏まないようにというね、配慮から作られたね発明品ですよね。さてこれが今度当時のですね、これ経済成長率がね、日本は 0.24% で、ロンドンがね、ロンドンというかイギリスがね 0.29% ね。日本ってこれまずこのイギリスの経済成長率、これ
略奪集奪で成長した 0.29% ね。日本は鎖国をして 0.24% すごいですよね。鎖国をしてだから内需ですよね。内需によって潤ってなんと世界の成長率の第2位です。これってすごいことですよね。この日本人の知恵っていうのはね、素晴らしいと思います。でこれ子どもたちがですねお勉強した時にちょっと出てきたんですけども、人口が増えると問題になったことって子どもたちに聞くと、人口が増えると街がにぎやかになりますけども、良くないことも起こりますって言って、まあ家が足らなくなる、食料が足らないとかね、家は町の周りに空いてると違ったので大丈夫です。まあこれは土地があったもんね。ところがこれがないと生きていけないものは何ですかって聞いたら、子どもたちはあ水とこう気づいたのね。それでこれ神田上水の話が先にあって、神田上水って皆さんどこから、水源地どこでした？井の頭公園。あ、そうですね、さすが地元っていうか近いところ、井の頭公園ですね。井の頭公園、あそこで水ね。だ最後はね、玉川上水を後で作った時には少し保管するために井の頭の池にもね、玉川上水の水を一部流してましたね。そういうことなんですよ。でこれね、神田上水の絵図、長いし、こういう絵図まで日本人で作るんだね。これ井の頭の池ですよ。でこうずっと江戸の方までね、江戸の町まで入っていってますけど、これちょっと見えないんで少しこう拡大すると、半分までここまでがね、そここれですね、ここまでがこれね。まあこういう高低差100メートルごとに2センチというね、高低差を持ってこういうふうに水路を作って、結構なんかこれで複雑ですよね。でここ2つ分かれたりね。でこの残りはこれですね、まあ、こんなようになる、こういう図面まできちっと作れるというのは、これも数学的な要素ないと作れませんからね。まあ、こんな絵図が残っているというのを覚えていただいて、これが江戸のね、こういうふうにね、縄文のように水路が発達してからね、これですね、ぐるっと右回りです。左回りじゃなくてよかったね。右回りですね。で次に行きますね。これ縄文模様ね。これはこの近くですよ。ね、渦巻公園。ね、これも縄文模様。これ設計した人もすごいよね。偉いと思いますけどね。どなたっていろいろ調べたんだけど分かんない。また分かんない。この辺に立ってある石碑は、玉美大の先生が作ったっていうのは分かりましたけど、これはね、誰が設計したのね、いまだに、あ、そうですね、いろいろ調べてもね、素晴らしいと思うんですね。皆さんも見てください、これ桜の季節はいいですよ、ね、でこの周りにね、大きな石がなんと8個、ね、ちゃんと8個あるんです。結界を張ってるのね。さてこれがね、1602年慶長7年のね、まあ、いわゆる幕府の開府前ですね。開府前です。まあこんな風にですね、江戸の町があって、ほら見てください。ここ新橋とかこの辺ほら海でしょ。ね、ね、これが新橋。ね、これ全部海なんです。でここをですね、埋め立てたわけですね。埋め立てね、赤坂じゃなくて虎ノ門に行くと潮見坂ってあるでしょ。すぐ潮、海が見えたところね。あそこに全部もう今陸地ですもんね、新橋の方でね。潮止めはね、本当に潮を止めてた潮止めね、うん、まさにね、この辺は全部これ今線路がこう通ってるところは海だったんですけど、でこれが江戸城のこの町がこのぐらいの大きさでね、最初の開府前はこのぐらいの大きさで、これがこれ見てください、ほら埋め立てられたでしょ。ここまでね、これほら線路のところ埋め立てられたでしょ、ね、ここまで1602年、1608年ですから、すごいよね、この努力、能力ね。
こんなところ埋め立てる土はどっから持ってきたんでしょうね。寒暖山を削りました。あ、削ったんですよね。すごいですよね。あそこに出てる人は神田の向こう側で神田山って山があったんですよ。そうそう、だいたいこれね、これね、神田山が削られてこれ神田なら山がなくなってこれだからこれ大変なね、動員能力ですよね。こういうことを当時の人たちがやってのけたんですね。これすごいと思いますね。そしていや、あ、次、あ、でこれですよね。ここにこの水路をね、ここに水路を作ってね、まあ運河ですよね、こう作ってね、ちゃんと船で物流ができるようにね、船で物流できるようにこういう運河を作った。でこれが今度三次建設ですね。で右が四次建設なんですけども、これはこの上水を一本ね、そしてそっちは同じなんですね。で、あ、こちらはですね、この上水水路がなかったんですよね。こっちないでしょ。で4時の時はこっち作ったね。でこれでこの周りにまた人が住めるようになって、江戸の町がどん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 発展していくね、そういう図式ですね。で江戸の町はこんなに大きくなりましたよとね。さっきはこの辺だったわけですね。江戸の開府前はこのぐらいだったのが、もう1644年にはもうここまでこう広がってますよと、こういうことですね。これも巧みですよね。水路をこういうふうにぐるっと回して回してね、それで外側に人が住めるようにしていった。ですからこの百万都市がねあったゆえんですよね。水がなきゃやはりあの、ね、生活できませんのでね。でね、この辺でね、あの元海があったところで、まあ井戸も掘った人もいるんですけど、あの塩辛い水しかでやっぱり出ないっていうね。だから水売りが江戸時代も発展してるんですよ。水を売ってるんだよね、水売りさんね。今 の, あのペットボトルは入っていませんけどね、水売りやっててね。でこれがね、浄水の話ね。さっきあの大森さんが言いましたよ、これ井の頭池。ここ全福寺駅ともね、全福寺の池とこうつながってるんですけどね。でこれが神田浄水で、ここに水門があってね。でこれをね、年齢的に年号的に見ていくと、1本目がこれね、井の頭駅とね、全福寺の方から神田上水が、これ1590年です、天正18年。これはね、大体この書いてますけど、豊臣秀吉が人身売買の禁止令を出したのと、徳川家康が江戸城に本拠を移動した時がこの時期ですね。そしてなんと2本目はね、どこだと思います？これ順番違う。これ1654年でしょ。あ、いいの、いい、あ、いいんですね。あのちょっとカメラ見るとね、ちょっとあの混同しますけど、こっちがね先ですね。1654年玉川上水で、ここにほらあの井の頭の移転が、まあ、枯れる恐れもあるかもしれないねって、ここに少し保管をするようにね、こう流し込んだんですね。これも巧みですよね。これが上皇3年ですね。上皇3年。そしてこれです。これが亀有の、これはあの埼玉の方からねずーっと来てるんですよ、この水路ね。そしてその次はこれですね。青山上水っていうのはね、増上寺の方までこう行ってますけどね、これ海に流れ込んで、そしてその次がこれですね、三田上水ね、三田上水が来て、そして千川上水ね。でこれで6本ね上水があった。
まあ、こんな形で、上水を流して、だからこの担当した大名もすごいですよね。こういうふうにやって江戸の町を発展させたと、こういうことでございます。さて、町が広がって海が少なくなって陸地が増えた、海を埋め立てたというので道が増えているという発言も続いて、川の流れが変わって川が増えている、上水が増えた、水の流れに子どもたちは目が向きましたということで、初めのうちはこれ15万人ほどの人口でしたが、100年後に100万ね、すごいでしょ、100年後にもう100万なの。でこのイギリスはね、あのさっき言った50万都市だったんだけど、日本の江戸はそれを超える大きな都市になってましたということで、これあの水不足のちょっと話がね少し追加されてますけども、ここにね、お医者様なんとか可愛い子供の命を助けてくださいと、ね、この暑さでつい横丁の井戸の水を飲ませてしまった、これはあのさっきの埋め立て地のところね、あの水は消化代用にかなり手が強くて飲めないはずではないかとお医者さんが言ったら、なぜ水売り、この水売りさんが、ね、いたんですね。そうは言ってもこれ水は高かったんです ね、高くて買い当てることができませんねということで、水売りもほら水不足だから値段を高くしてね、江戸の町は日本橋銀座をはじめね、埋め立てによって作られた土地、この辺の井戸はやっぱりね飲める水じゃなかったんですね、うん、さっきの、 あの地図でね見た通りですね。でここが、まあ、いわゆる高度な技術の話が出てきますので、さっき言った100メートルで2センチという話がここに含まれてます。高度な技術という中にね、でこれがほら最近出てきたんですね、オリンピックでね、東京中をまた掘り起こしたらね、これ江戸のね、これ水を流してるこれ水路ですよ、ね、でここに井戸があって、こう上にあの地上に持ち上げてね、そういう地下を組んでるわけですよね。だから井戸もほらこういう上水が流れてる井戸は、水はさっきの金気があるとかね、消化量がないわけですね。だって井の頭とか多摩川の方から取ってる水ですからね。ところがこういう仕掛けじゃない、ただ掘ったところはさっきの金気があってね、しょっぱくて飲めないと、こういうことになるわけです。でしかもね、これ水はこれ井戸の水は無料だったよね。水売りは水は高いけど、ここは無料だったよね。でこれがそうです、こんな風にね、ここはほら地上に出てる部分がこのこういうことでね、この周りでお母さんたちは井戸端会議をしてたんでね、今も昔も変わらないね、井戸端会議をね、必ずあの、長屋の周りにはね、稲荷と井戸端と共同便所ね、川屋ね、それから共同のゴミ捨て場、これは4点セットでねあったんですね。これ素晴らしいですよね、こういうことまで地中に含めてねやってたんですね。素晴らしい知恵と巧みな技がねここにあったわけです。であとはちょっと江戸の町の風情が見える、これ絵本江戸の町っていうのがあってね、まあ、ここからちょっとコピッときましたけどね、なんかこれ金東宮に今でいうドローンみたいなもんね、まあこういうふうにね、水の町ですね江戸はね、これ船がね行き来してね、こういうふうに水路を確保して、こういうふうにやってたわけですね。これ質素でしょ、これ普通の江戸の町のだいたいね多いのはね 4.5 畳です。それに土間がついてね、でね、ほとんどがレンタルだそうです。だから蚊帳とかね、夏は蚊帳ね、まあ布団もレンタルがあったらしいですけどね、うん、ちゃんとレンタル業も発展してたんですね。でこれもまあ水運が盛んだっていうのが分かりますね。
これは桜の季節ね、こういう情緒ある絵を描ける人がねいるんですね。いいですね。でこれは凧揚げしてるから正月ですかね。これ稲荷があってね、これ今日俺これがさっきのね井戸ですよ、共同の井戸ね、うん、必ずこういう塊の中にはそういうね、これさっき言ったように音程セットでね、稲荷、井戸、トイレね、ゴミ捨て場がセットであったね。でこれほらこれ屋台ですよ、屋台ね、屋台で、この屋台の写真がね、はい、これはまあ花火ね、この屋台ありますけど、いいよね、情緒あってね、これ夏、ほら、こういう絵を描く人がいたんですね。これ、ほら、寿司屋さんでしょ、天ぷら、団子でしょ、ね、水売りさんがね、どっかいたの、この辺にいたかな、水売りっていうかな、この辺、イカ焼きだったかな、うん、ね、だから、ファーストフード、江戸のファーストフードね。なんか立ち食いの文化っていうのは日本にはなかったのかと思うけど、そうじゃない、あるんですね、うん、ちゃんと立ち食いの文化があっていいですよね。まあ、こんな風にですね、江戸の活気ある、ね、文化がね伝わってきます。これもさっきと同じようなね、あと魚とかね、船で運ばれてくるというね、まあ、こういう図式があって、これは冬ね、冬もまたいいですね。こんな風に描く人がいるんですね。あとこれ時の鐘知ってます？川越に残ってますよね。あれ江戸城から、江戸城で水時計を見て、それで太鼓を叩くんですね。その太鼓を聞いて、この時の鐘を叩く人たちが町内で決めてて雇ってたんです。安い賃金です、雇ってて、でドーンドーンとこう江戸城の太鼓の音を聞いて、ダーンダーンってね鐘を鳴らすんですけどね。皆さん捨て鐘って知ってます？最初のね鐘はね、ドーンドーンドーンこうやるんですね、ゆっくりね。であと時の鐘はタンタンタンってやるんですけど、最初の捨て鐘っていうのはそのゆっくり鳴らす3回ぐらいです捨て鐘で。そうするとね、江戸城から聞いたこの時の鐘の人はそこでいいんだけど、もっと離れたところの人はこちらの鐘を叩いた音を捨て鐘を聞いて、もっと離れた方でまたダーンダーンってやって伝わって伝わっていくんですよ、ね、捨て鐘って言うんですけどね、ちゃんと仕組みがあるんですよね。いろいろ調べるとね、江戸は面白いです、ね、だからこういう話を少しね、江戸の話をもう少し知っていきたいなと思ってます。それからこれ歌川国吉さんの江戸の浮世絵に、このスカイツリーがこれ何だろうって、もういつもね僕ね考えるんですけど、人間ってすごいよね、未来を見通す力なんかね。これスカイツリーですよね。これはね、何階建てだったかね、まあ棒みたいなのがあって、うん、上にある。え？スカイツリー横に。これ？その上。これ？これなんかゴミなんだろうね。これ UFO？ また面白いね。それ面白いね。かもね。で現代のね場所とこう。ちゃんとに組み合わせる人がいるわけですよね、世の中には。ほとんどこれ近いでしょ、ね、これねちゃんと位置を図から位置を計算してね、ちゃんとやるとこういうふうに、これってなんだろうね。ただこれ全部木ですよ、これコンクリートじゃないからね。やっぱりなんだろう、未来を見通す力っていうのがなんだろうね。まあ例えば漫画家さんはそうですよね、未来を生き通す力でいろんな漫画を作りますけどね、絵描きさんもやっぱそういう能力あったんですか ね、これすごいことですよね。これもネットの世界ではうわーなぜってね、みんなね
驚いてますよね。はい、ということで今日はここまででございます。お疲れ様でした。